ミーコラス・ジー・ギーマンタイティス、または、ミハウ・ボレスワフ・ジグムントビチは、リトアニアのケイストゥティス大公の最後の男結子孫。リトアニア大公、ジー・ギーマンタス・ケイストゥタイティスの息子。ミーコラスは父・ジー・ギーマンタスと、守備取りイらとの権力争いが起きると父を支援し、1435年のパバイスカスの戦いでは、父の軍勢を率いて敵軍に勝利している。 1440年に父が暗殺された後、ミリコラスはカジミエラスヨガイライティスとリトアニア対抗位をめぐって争うことになった。当初、ミリコラスはジェマイティア地方の支持を受けていたが、カジミエラスとその支持者はジェマイティアに反独立的な地位を与えることを約束し、ミリコラス支持を取り下げさせて内戦を回避した。また1447年まで、 ミリコラスは、マゾフシェ諸行の指示を受けていた。1448年、ミリコラスは、クリミア藩国の支持を得ることに成功した。クリミアタタール人たちの支援を受けて、彼は、キエフ、スタロドゥーブ、ノブホロドシーベルスキーの支配権を手に入れようと、奔走した。しかし、間もなく、ミリコラスは捕らえられて、モスクワ大公国に移送され、同国の首都モスクワではっきりしない、 状況下で死んだ。ミイコラスの遺骸は、リトアニア王族の一員として、ビリニュス大聖堂に埋葬された。ミイコラスは1427年、マゾフシェクゲノプーツク公、シェモビト4世の娘アンナと結婚したが1435年に死別した。同年、彼は、シェモビト4世の兄のワルシャワ公ヤヌシ主一世の孫娘で、寿命にあたるエウフェミアと再婚した。しかし、 エウフェミアも結婚の翌年には死んでしまい、ミーコラスは1440年に最初の妻、アンナの妹、カタジナを3人目の妻に迎えた。ミーコラスはいずれの結婚生活でも子供を残さなかった。ありがとうございます。